ヤッホー。すごい、お誕生日おめでとうってめっちゃ来る。まだだよ。明日かな。あれ、まだ21歳。おっと。 今日で年齢も21歳ですって言えるキャッチフレーズ最後だから今日は言おう。いつも私言わないんですよ。そう、なんか年齢不詳のまま、劇場は特に年齢不詳のまま私のことを見てほしいから、そういつも言ってないんです。でももう21歳ですって言えるのも今日で最後だから、記念すべき B の初日だけど、私のね、 B のはるぴょんの初日だけど言っちゃいます。なんか21歳の最後と22歳の最初、だからその年の最後とその年の最初は言うようにしてて、そう、だから私の年齢は年に2回しか公開されない しかもなんなら21歳の最後が、だからその年の最後が唐突に来たらもう年に1回になってしまうんですよ。寂しいね。そう、ネイルもちゃんと B カラーにしました。昨日までは83カラーだったんですけど、しっかり B っぽい色にしました。ネイル、私はユイリーさんと同じチームじゃなかったんでもらってないですよ。チーム4のメンバーがもらってるんですけど、私はK だったので はい、ユイリーさんとは違うチームだったので もらってませんよ。そう、なんかラメって、なんかキラキラしてる感じにしました。そう、ステージ上で輝くぞーっていう気持ちを込めたのと、あと ラメじゃないやつ結構乾くの遅くて、そう、お姉ちゃんに借りたやつ全部なんか4本ぐらいに塗って、こうやって試したんですよ、どの色がいいかなーって。そしたらそのラメじゃないやつ乾くの遅かったからやめました。あとは、まあいろいろするつもりなんですけど、この後もまだ B なんかそういうのを私大事にしたくて、ネイルの色とかなんかいろんな色とかをなんかもうがっつり今日は青でいきたいと思います。はい、もう全身真っ青、アバターになります。誰か突っ込んで、それはやばいよって突っ込んで。前髪全然良くない感じだよ。今まだこっち側に流してるだけだから 私アイロンするために。
本番前に髪はセットしていただけるので、身だしなみ程度にアイロンをしていきたいと思います。あとはね、あとはなんかなんだろう、すごい私はそういうところでそのいろいろやりたいって言ったじゃないですか。でなんかその頑張る気持ちになるために今日は見てください、西川玲ちゃんの卒業のロンティーを着てます。イエイほらもうこれで私はレイちゃんの力も背負って今日はチーム B 公演の初日を頑張りたいと思います。もう絶対決めてたの、 B 公演の初日は私はこの服でレッスンするっていうのは絶対決めてて、そうレイちゃんの力も借りて何の力だよって感じかもしれないんですけど、なんだろう、なんか頑張るパワーというかを借りて頑張りたいと思います。ちょっとアイロン、切っちゃった、よし、身だしなみ程度のアイロン完了。こんにちは。今日のお昼はフルーツって決めてるの。本当に私食べたらマジでお腹が出る人間なので、そう B 公演、いやあのね、それはでもなんかなんでかっていう理由は分かってて、その腹筋がないんでインナーマッスルと呼ばれるものもないですし、なのでポコンって出てきちゃうんですよね。なのでまあちょっと今は忙しいのでちょっとできてないんですけど、もう今もうその筋トレする時間もあればもう私は泥明けの動画を見なきゃって思っていたので、ここしばらくはだからあれなんですけど、本当は本当はもっと早くからやっとけよって話なんですけど、それをまあ気をつけたいと思います。特に B 公演の衣装は本当にお腹が出るのでそうお腹も出るし二の腕も出るんですけど、私二の腕本当に一番出したくなくてそうなの、ハピョンの二の腕ってね、なんか体に比べてね、なんかね、いや本当に振袖ちゃんのお肉がビヨヨヨヨンってあるんです。だからこれも B 公演の初日までには痩せなきゃと思ってたんです、二の腕そう、でも無理だった
無理だった。だから、うん、終わったら始めます。で、だから千秋楽までには綺麗な二の腕になってますので、きっと何年後よ。はい、頑張ります。痩せるっていうより、そのなんていうんだろう、ここの確実にここに肉があるんです。そう、なんか張りが、二の腕はマジ張りないの。うちなんかお肌はよく張りあるよねってありがたいことに言っていただけるんですけどでも二の腕だけ、本当に二の腕だけではないんですけど、そう、でも二の腕は特に張りがなくて、まあ、全て筋肉がないっていうのは、まあ、原因の一つではあるんです。私のそれはまあちょっと鍛えなきゃなって思う部分だし、自分は甘やかしすぎたな21年間って思ってるんですけど、でもまあ頑張ります。とりあえず今日は、今日まではもうこの泥明けに集中させてって感じだったので何もできなかった。あとはまあ公演も、公演じゃないよ、舞台もキスバイエイトもあったからマジキスバイエイトのお芝居とライブパートとこの公演の、もう頭よく頑張った自分はって今褒めてあげたいです。だからその頑張ったものをちゃんと今日みんなに見せれるように頑張ります。お、777人、すご、トリプルセブンだ今。そう、なんかしかもさ、そばかすのキスってさ、その公演曲の中にあるじゃないですか。で、そのあれの中にも、ライブパートの中にもそばかすのキスがあったんですよ。もうなんかあれはまあ撮影可能コーナーだったから A メロ B メロとかフリーだったからよかったけど、もうなんかサビの位置とかも違ったりとかしたりとかして、あの番号が、あとはなんかその移動するしないとかの瞬間タイミングとかもう全部違うから、もう本当にやめてくれって思ってましたそう、だからでもとりあえずそのもうそばかすのキスはもう頑張った。あとはね、リハの時とかにあるかな、写真、写真じゃない動画、あーもう消したな。そのキスキス、違う、キスバイエイトのリハの時に、あの A メロ B メロはフリーですよっていうあれじゃないですか。だからそのフリーのところも、でも一応そのスタッフさんたち、わかんないけど、まあとりあえず撮るんですね、動画を、動画を撮っていただくんです。でその時もみんなこうやって手振ってるだけなんですよ。まあそりゃそうだ、私はもう公演のことしか頭にないから一人で A メロ B メロこうやって踊ってました。季節はって静かすぎるねって踊ってたそう、もう懐かしい思い出ですあれも早っ思い出、映像でもね、そのなんか端っこで踊ってたから別に立ち位置につくわけでもなく、本当にあのみんなの邪魔をしないように端っこで踊ってたので、見えるかな、1124日、ありがとうございます、イエイ。リハ映像、違う、これじゃないキスキスキス、違う、キスバイエイト、そばかすのキスっていつやったっけ、あ、これだ。でもみんなのこともさ、私だけ見せれば、見せれればいいんですけど、
涙が海になった、二人でいなきゃ。これ違う、この日じゃない、20日だ。ん、鼻の薬飲んでこう。鼻むずむずだ最近マジ。え、花粉症？手のひらか、ちょっと待ってねいつまで映像見せる時間あるんだって感じですよね。すいませんね。あるかな。でも他のメンバーのこともさ見せちゃうことになっちゃうんだよね。そう、この私だけ拡大ってできないのかな私だけ拡大ってできないのかな。むず。マックリックさんハートありがとう。よし、いけた多分。ん？なんかすごいか、画面が回転する。酔いそう。でも私だけじゃないな、ちょっと何人かごめんなさい。さらしま、さらしますとか言うとあれですけど、まあ別にね、下着で踊ってるメンバーなんていないですから大丈夫なんですけど、これこうやってほら一人で練習してたの。わかるかな。つまずいてて出た方だけの道さんだから色褪せた。で隣に京香ちゃんがいたから一緒にやってくれてた。っていう感じでした。
画面録画したなんか保存できなくてこの映像分かんないけど、でも周りに迷惑はかけないようにこう一人で A メロ B メロを踊ってるっていう映像です。おもろおもろ、めっちゃおもろめっちゃおもろこうやって見るとめっちゃおもろいでも方向とかは全然間違ってるから、これでポジション予想しようと思っても無理全然方向間違ってる、これの時間違ってるのもある、間違ってないのもあるし、だからもうあんま予想できないです、すいません。今日はちゃんと間違えませんから、もうこの日からはもうこの日以降はちゃんともう練習したので、この日以降にたくさん練習したので、これはレッスンを1ヶ月前に受けて自分の記憶で踊ってる映像ですそうだからそうそう、私はもう今日を頑張るために今日だけホームが変えました。でもこれこうやって見せたらさ、今あっち側も見えちゃう、そうお姉ちゃんに怒られるなので見せれないんですけど、リサさんが千秋楽じゃないや初日の前に私にくださった言葉、ツイッターでね、あれをホーム画面にしました。ホーム画面、そう今日だけそう今日はみんな後輩、そうなんですよ、実は私、まあ、同期はねいるんですけど、ひだちゃんとなぎちゃんのと私の同期はいるんですけど、他全員後輩で、本当にもう後輩のみんなが本当にいろいろ教えてくれたりとか、ここ合わせるところを合わせてくれたりとか、一緒にたくさんやってくれたりとか、あとはねくるみちゃんとなんかこんなにちゃんと喋ったのは初めてです、本当にそうなんかめぐみんとかとはなんかよくなんか初日のねメンバーで一緒に練習をなんか何度もしたんですけど、そうなんかこの日自主練レッスン場取りました一緒にやりましょうとか、この日使うって聞いてるんですけど一緒に参加してもいいですかみたいな感じで、もうみんなでそのレッスン場を一緒に共有し合って初日のメンバーで頑張ったんですよ。でもめぐみんとはそのこれまでたくさんその K でも一緒だったから喋ったことあったけど、くるみちゃんとはなんて言うんだろう、チーム違ったりしたし、まあ接点が本当にほぼなくて、そう、まあ、西川れいちゃんの卒業公演ぐらいかな本当に。でもすごいそのフレンドリーですごく明るい子なので、なんかすごい「ハンピョンさんは？」ってめっちゃ喋ってくれてすごく嬉しかったです。そうだからなんかこれこの期間になんか仲良く なったよ多分私はなったって思ってます、はい、うん、ああいう物おじしない、まあ物おじしないって言い方っていうのはなんて言うんだろう、そのフレンドリーに喋ってくれる子が多分やっぱ先輩、私はそうじゃないじゃないですか、私は先輩の前とか、まあ、他のメンバーの前とかだと緊張しちゃうんですよ、人見知りだし、まあ、メンバーだけじゃないです本当に、もう人の前だとマジで緊張するんで全然喋らないんですけど、そうでも、うん、かおりちゃんはね昨日一緒にその自主練に参加してくれて、自主練一緒にしてくれて、そうそうなんです、メール4人の写真メールで送ったんですけど、
一緒に自主練してくれて本当にいっぱい教えてくれて、もう本当に感謝、もうすごいんですよ。えでもかおりちゃんの凄さはちょっと私の全部が終わったら喋りますね。とにかく今日が終わったら喋ります。はい、うん、ナーミンも本当にもう多分キャプテンとしてのそのなんか元々すごいしっかりしてる子っていうのは知ってたんですけど、そうでももうそれプラスでキャプテンだっていう多分自分のしっかりしなきゃっていう気持ちがあるからか、すっごいもうなんて言うんだろう、もうどこでここでマイクを下ろしますとか、ここで初日のメンバーここで揃えたのでとかっていうのをすっごい教えてくれて、そうでなんか列が揃ってなかったりとかした時も、あここさっき列揃ってなかったんですけど、私はもう自分で精一杯だから見れないのそうでもナウミンがそういうところをしっかり教えてくれて、あじゃあここでこうでこうでっていう感じでねしてくれたので、すごいなんだろう、なんか曖昧なものって分かんないけど、そうやってしっかりとここをこう決めましょうってしてくれるのはすごく私は嬉しくて、私これリサさんにも言われたんですけど、私は本当になんか決まってた方がやりやすいタイプの人間なんですよ。そう何でもかんでも決まってた方がやりやすくて、そうだからここで鏡置くとか、その舞台の話になるんですけど、ここで鏡置くとか、ここでその誰かこの B ちゃんからここでロイヤルゼリーもらうとか全部決まってないと、だから決まってた方がやりやすい人間なのハルピョンは。だからそういうのも全部ナーミンが決めてくれて、ロイヤルゼリーじゃないけどそのここでマイク下ろしましょうとか、ここでここはそのここまで移動煽りで移動して、こっからは普通にマイクも手も下ろして変えましょうとかっていうのをすごいしっかり決めてくれて、もう感謝です本当に。いや先輩がしっかりしないといけないんですけど、もうそんなもう自分にしかもうなんていうの、自分のことでいっぱいいっぱいで今は何もできないので、はい、まあ今後はね、まあとりあえず初日を迎えてからどうにかできればなと自分の中でも思います。はい頑張ります。うん、セナタンはもうプロですもうセナタンはプロです。はいもうその言葉一言につきます。うんもういつでもどの曲でも絶対に振りを起こしてきてるからか、もう絶対もうレッスンの時も完璧に踊れるんですよ。私はもうレッスンの時に覚えて、まあ起こしはするけど、でも間違ったさ手の指とか間違ってるとこもあるじゃないですか。もうセナタンは全然もうそこも合ってる、全部合ってる。そうだから分かんない、なんかここってどうしたらいいんだろうって分かんない振りとか大体セナタンに聞きます私。うん、なんか昔のエイトの瞳琴音ちゃんみたいな感じ、分かんない振りとかなんか曖昧な振りがあったら大体この子に聞けば分かるっていうのってあるじゃないですか。それはもうこの B では今はセナタンです。うん、本当にありがとう後輩に支えられながら橋本頑張ってますはい、まあ頑張ります頑張ります。うんということで、それではハルピョンはまたこの後もちょっと自主練に戻りたいとは自主練をしたいと思います。もうさっきまでずっと動画見てた。うん、でもあ配信やっとこう、一応一瞬だけと思って配信始めたんですけど、自主練に戻ります、動画を見るに戻ります。このあと18時から皆さん DMM で見てください。18時半、わかんない18時か18時半かちょっと自分でも曖昧曖昧なんですけど、18時半ですね。よろしくお願いします。
それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。公演頑張るよ。いきまーす。1位チェ・ウィンキ、エリカ・ハルピョン・ラブさん、ありがとうございます。2位無音の山内さん、ありがとうございます。3位マクミックさん、ありがとうございます。4位ハルキャンさん、ありがとうございます。5位ニャーコさん、ありがとうございます。6位赤花のソルティさん、ありがとうございます。7位無音スミちゃん、ドル明け初日、ドル明け公演初日楽しんで画面の前で応援しとるさん、ありがとうございます。8位しゅんごさん、ありがとうございます。9位ちかさん、ありがとうございます。10位さあやママさん、ありがとうございます。11位フォレスト系男子さん、ありがとうございます。12位ムーさんさん、ありがとうございます。13位くじのだいごさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー888位は、エステートさんです。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。インスタの方でですね、ちょっとドル明けハルピョン頑張れコメントお待ちしてますので、ストーリー待ってます、よろしくみんなお願いください。もう私はその言葉を見て頑張るので、よろしくお願いします。みんな待ってます。それではインスタ のストーリーズに載ってるので、そこからぜひ送ってください。よろしくどうぞ。じゃあまたね、ありがとう、頑張りまーす。